はいどうも皆さんこんにちは、二日酔いのケースケです。さあというわけで今日はですね、友好からの DM さんがなんとですね、設立1周年を記念してイベントを行いました。 DM さんはタウンホール9オンリークランの CE さんですねの姉妹クランでございます。でね、今回のイベントはもうネタ配置、ネタ攻め、何でも OK というねイベント対戦だったので、今回はそちらの模様をお送りしていきます。というわけで早速リプレイ見ていきましょう。レッツゴー。はい、まずは、有名プレイヤーのアキラさんですね。アキラさんのサブアクがこちらのね、交流のあるアーサーさんをね煽った配置にしておりまして、見てください、アサツの言えないですね、このかのうの部分、ここにですねアーサーさんがクエイクを12発落としていきます。はい、自分の大事な部分はねクエイクで破壊していきました。もうねクエイク12発ねドブに捨ててるようなもんですよ。でね、アーサーさんタウンホール10でございまして、レベルマックスのねバルキリーをこっから流し込んでいきます。さあすごいですよこれ。レベルマックスのバルキリー34体をね一気に流し込んでいって、タウンホール9序盤といえどね、これね前回いけるかなってね思いながら見てたんですよ。さあこういう風にどんどん破壊していきますが、もう大量のバルキリーこれだけいるとね止まらないんですよ。で壁自体もねそんなにレベル高くはないので、はい、どんどん突き破っていきまして、外周の施設を、破っていきます。でね、アーサーさんの大事な部分からね、見えますかね、12時方向、テスラが生えてきております。でね、このテスラの部分がね最終地点になるんですが、はい、レベルマックスのバルキリーがどんどん削っていく。さあ止まらない止まらない、バルキリーたち半分裸の女たちがねどんどんくるくる回っていきまして、さあクロスボウも壊していく。いやもうこれね止まんないです。さあさらにですね、見てください、ヒーローもまだ出してないんですよ。もうヒーローも出してなくてこの余裕っぷりですよ。もうタウンホール10でタウンホール9の序盤を攻めるともうこんなに余裕なんですね。そして大量の女を追いかけ回してるラバハンドのお尻が可愛いと。で最後ですね、最終地点テスラにね到達するんですが、見てくださいこのトラップ地獄で結構バルキリー飛ばされるんですが、はい、最後のテスラを壊して全開と。いやー、このリプレイねすごい面白いですよね。さあ続いては自分の攻めを見ていきます。今回ですね、自分ですね、元クラちゃんメンバーでタウンホール9でレジェンドに行ったことのあるエンドさんですね、タウンホール10成り立ての方をですね、もうね、あ、エンドさんだと思ってね、攻めました。もう本当にこれね別人だったら申し訳ありません。同じ名前の、違う人だったらね本当気まずいですよね。ただですね、まあ、今回はですねもう自分の知ってるエンドさんだと信じて、攻めてみました。で先日はですねクイヒーピッチですね、クイヒーでね片方を削っていって、そしてですね、ゴレビズボーラー部隊と合流させるといった感じでございます。もうねエンドさんだと思ってね、もうノリでウェーイっていう感じでねもう速攻攻めました。さあ6時側は、クイヒーで削っていきまして、で9時はですねボーラーネクロ部隊で削っていきます。そうですね、クイヒーで削ることによってボーラー部隊の横打ちなくすことができますし、あとはですねヒーラーが合流していってボーラーとかねゴーレムをね回復してくれるので、結構ね通常のピッチよりかはこっちのねクイヒーピッチの方がね結構強いんじゃないかなって、私ケイスケ最近思っております。さあ、巨爆が見えたのでヒーリングをすかさず落としていきまして、そして中心部分でレイジでね一気に破壊を進めていきます。まあそうですね、エンドさんねちょっとねタウンホール10成り立てなので火力が薄いので、もうどんどんですねボーラー部隊が進軍していきます。でこちらのですねネクロマンサーのルートですね、まあ、ちょっとねボーラーやられてしまったんですが、ネクロの天敵である範囲攻撃が少なかったので、スイスイとネクロマンサーが回ってきて、こういう風に、時計回りで防衛施設を削っていきます。はい、そんな感じでタウンホール10成り立てのエンドさんの配置全開したんですが、でもねこういう風にですねこういったイベントでね長い付き合いのクラメンに攻めれるっていうの楽しいですよね。さあネタ的な攻めだけではなくてうまいリプレイもたくさんあったので何本かご紹介いたします。
今回はノアさんの全開リプレイなんですが、今回は戦術としてはゴレホグなんですが、バルキリーを5体混ぜております。タウンホール9では、バルキリーを混ぜたゴレホグね、結構見たことあるんですが、タウンホール10ではあんまり見かけないかなといった印象です。なんですがこのバルキリーの使い方、こちらね見ていきましょう。さあまずはゴレウィズ部隊でしっかりと丁寧にサイドカットを行っていきまして、壁開けでゴーレム3体目をね入れていきます。そしてですね、ボーラーじゃなくてバルキリーの理由はですね、ここからですね、ボーラーを入れたとしても横の区画に壊したい施設、重要な施設そんなに多くはないんですよ。なのでボーラーではなくてバルキリーにして、両ヒーローのね、処理とそして援軍処理を早めていきます。で結構ですね、防衛施設も密集しているので、その範囲攻撃速さを生かしていってどんどん中央の区画まで進軍していきます。でさらにね、面白いなって思ったのが9時のホグパート、ヘイストを使用してね、水塔の破壊を早めていきます。まあこのヘイストを打つことによって水塔からのダメージですね、 1,2 発変わってくるんじゃないかと。さあそして援軍のホグライダーも足していきまして、どんどんねホグライダー回していきます。で自分タウンホール9の時もうね、ゴイーバー腐るほどねやっていてね、わかるんですけども、バルキリーですね結構混ぜるとどんどんバルキリーが先行してアチャクイがね横の区画壊してくれるんですよ。はい、アチャクイがですね、3時のアーチャータワーとかの横の区画、4時の区画ですね、防衛施設を削っていることによって、ホグのルートが短くなっております。これによってですね、ホグライダー大量にね生き残っていって、最後の防衛施設を壊して、あとはお掃除タイムで、いやーこれはねうまいですよね。まあ4時の区画まで壊すかね、計算通りだったかどうかはねちょっとわかんないんですが、タウンホール10のゴレホグほんと自分好きなので、これはね勉強になりました。なので配置によってはボーラーじゃなくてバルキリーの方がいいっていういい例なんじゃないかなと思います。では最後にもう一本バルキリーを混ぜた編成を見ていきます。そうですね、最初にねバルキリーラッシュのリプレイをお送りしたので、今回はバルキリー特集という感じでね、バルキリーを混ぜた編成ね見ていきましょう。さあ今回は直樹さんの全開リプレイなんですが、確か秘書剣の攻めだったかな、相手の援軍に、ラバハンドが入っているの分かっているので、ここはですね捨てアチャクイでサイドカットを行っていきます。これはもうタウンホール9以上ではおなじみのテクニックですよね。さあそしてですね、ここからねバルキリー7体を一気に突っ込んでいきます。さあまだ突っ込まない、あれ突っ込むよね、ここから、あはいはいはい入れていきます。さあバルキリー7体でね一気に、対空砲、そしてインフェルノタワー、そしてアーチャークイーンを処理していきます。でこの区画に入れてしまうとエアスイーパーとかも狙えるので、バルキリー7体と若干多めの編成となっております。そうですね、やっぱりバルキリー早いし範囲攻撃なので、地上のスケルトントラップが出てきた時陸部隊の進行が遅れるっていうことね、全然ないので、ほんとねこのボーラーかバルキリーどう使い分けるか、これがね本当に重要になってきます。でボーラーブリッドだと、ボーラーとゴーレムとあとサイドカット要因でなんだかんだで7、80枠ぐらいはね絶対使っちゃうんですよ。ですが今回バルキリー7体なので56枠ですかね、56枠に抑えることによってバルーン20体と、ちょっとね多めに積むことができます。だから何でもかんでもボーラーでいいっていうわけじゃないんですよね。こういう風に秘書剣だったら、あバルキリーブリッドの方がいいなとかね、そういった配置の見極めが重要でございます。いやーこういう風にバルキリー使った戦術見るとね、自分タウンホール9の時ほんとねゴビーバーめちゃくちゃ好きだったのでやりたくなってきますよね。自分のこと昔から知ってるよって人ならわかると思いますが、裏バルと裏ホグを使い分けたゴビーバー、これねほんと昔からやっていたので、ちょっと今度ねタウンホール9でやってみましょうか。見たいよっていう人がいましたらぜひともコメントでお願いいたします。はい、というわけで、今回はですね DM さん1周年おめでとうイベント、こちらのね、リプレイをお送りしていきました。最近ちょっとバタついて大工の拠点のね動画しか出せてなかったりとかしましたが、通常の村の動画もどんどん出していきますので、まだチャンネル登録してないよっていう方はぜひとも登録お願いいたします。はい、
それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。